はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではまたロストヒーローズ2のサブクエをやっていきましょう。今回はナンバー4、謎の宇宙人。ボルジアノン隊がマウンテンキューブで何かを発掘している2人の宇宙人を目撃、ウィズダムキューブへ逃亡したということで、で、これはウルトラマンレオを入れないといけないみたいなんで、もうレオは入れてあります。相手が宇宙人なら俺が行こう。目的地が表示されましたと。ウィズダムキューブですね、地下1階。じゃあゲートポートから、今度はウィズダムキューブの地下1階。すぐだな。お、いる。おう、待ってたぞ。マウンテンキューブで何かを発掘していた謎の宇宙人はこの奥へ去っていったんだ。俺の代わりに調査を行ってほしい。このキューブはお前たちの方が詳しいだろう。だがキューブは広い。何か手がかりはないのか。奴らウィズダムキューブにはあらゆる世界の知識が集まっているとか言ってたな。それに研究するにはちょうどいいってなことも言ってた。発掘したものを研究するために来たとなると、少なくともこの階ではないな。と言うと、この階はエルスに侵食されてほとんど機能していないのだ。なるほど、いい推理だ。頼りにしてるぜ。とりあえず別の階に行ってみるか。え、それだけ？別の階に行くんだったらちょっと一回戻ろう。ゲートポートから、じゃあどこだよ。中継地点。まず地上はないな。地下1階？ここも地下1階？じゃあ地下2階に行きましょうか。とりあえずどこだ？ちょっと探します。お、なんか始まった。ピピー。ん？ピグモンだピー。このキューブの見回りをしているピー。見回り？そうだピグモン、二人組の宇宙人を見なかったか。正体はわからないけど、研究室に誰かいるようだピー。研究室？場所教えてくれ。お、早い。ガーディの石像のあった研究室だな。ありがとうピグモン。僕も一緒に行くピー。ここだピー。本当だ、気配がする。中に誰かいるな。レオたちは扉の隙間から部屋の様子を伺った。何これ、ガッツ星人 A。 これが GN コンデンサというものか。 GN 粒子を貯蔵しておくための装置だ。 00 の世界のモビルスーツの多くはこの技術を応用し、太陽炉を持たずとも動力を得ることに成功している。我々の戦力に転用できるか。もちろん我々の科学力をもってすれば時間の問題だ。ただでさえ無敵の我々がさらに強力になる。そこまでだ。何者？貴様らはヒーローか。我々はいかなる戦いにも負けたことのない無敵のガッツ星人。貴様らの能力データは今までの戦いからすでに分析済みだ。まずはウルトラマンティガ、地球の守護神にして光の巨人。3種類のタイプを持ち、自在に使い分けるウルトラ戦士だ。そうなんだ。次にウィザード、別名指輪の魔法使い。魔法を操り、状況に応じスタイルを変化させながら戦う。ターン A ガンダムは地球の文明を葬り去ったという伝説的なモビルスーツ。内蔵されている月光町システムは謎が多く、さらなる研究が必要だ。そしてウルトラマン銀河、未来から来たウルトラ戦士。全身のクリスタルの色を変化させ多彩な技を繰り出す。仮面ライダーフォーゼは天の川学園の。いつまで続けるつもりだ。コズミックエナジーを物質化させる。発掘したのは GN コンデンサーか。それは僕たちの力だ、返してもらう。ふっ、我らに盾つくつもりか。何度も言うが、我々はいかなる戦いにも負けたことのない無敵のガッツ星人だ。覚悟するのだな。行くぜ、無敵のガッツ星人なんて。
弱そうではあるけどな。だが舐めてると痛い目を見ますからね。まあいつもの通り強化してから攻撃しましょうか。ほい、対抗戦、まあ食らうな。1体ずつ倒すか。そっか、2体いるのか。何がいいんだろう。エネルギー攻撃がいいな。エネルギー攻撃にしよう。てらえ、え、うわ、かされた。回避率が高いのか。めんどっちいやつだな。なんか回避率が下がるやつとか、ライダー RX だとマクロなんとかがあったからな、あれが良かったんだけど、ないからしょうがない。いいでー、負担した。当たらない。ここでカップルが切れたか。スタンを直しましょう。でカップルを買って、やばい、食らったら死ぬけど危なかったな。自分を回復させましょう。で、レオはライフキットで、これで倒した。よし、ここはラッシュを1回かけましょう。ライザーソード、どれだ、レオキックか。でこいつはストライクドラゴンしか使えない。超強い。オッケー。結局1ターンで倒した。お、レベルも上がった。ガッツ星人やったっぴー。また一つ力を取り戻したぞ。謎の宇宙人の依頼を達成しました。じゃあ帰りましょう。ガッツ星人死んだ後何も言わなかったな。別に、サブクへ報告と。 GN コンデンサを入手しました。 GN コンデンサって何、ちょっと見てみましょう。アイテムかな、装備。お、装備だ。おお、結構いいね。はい、ということで、サブクエは今回これで終了したいと思います。